ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さあて、いつもの通り、閲覧注意なものを紹介していくぜ。苦手な題材だったら我慢せずスキップしてね。今日の題材は、こちらね。寄生虫などの生物に人体を蝕まれた凄惨な事件4000。うわ。また、題材からして嫌な予感ビンビンじゃないの。今日は寄生虫に限らず、あるものを食べたりして、寄生虫や生き物に体内を蝕まれたという事件を紹介するぜ。ひえ？ついに寄生虫も取り扱うことにしたのね、あんた。たびたび寄生虫関連でヤバいニュースが出ていて触発されてな。実際、寄生虫は身近な存在だ。霊夢だって、少しくらいは知っているだろ？そりゃあね、この画像みたいに魚にはアニキサスがいて、お刺身とか食べて食中毒になるとかなんとか。よく酒にいるって聞いたことがあるわ。アニキサスは1、2を争うくらいに寄生虫の中で有名だろうな。ちなみに鮭以外のサバ、アジ、サンマ、カツオなど、多くの魚介類に寄生しているぜ。あんまり想像したくないわね。お寿司とか食べられなくなる。知識なく自分で釣って自分で食べる、とかでもない限り、基本的には大丈夫だけどな。ただ、アニキサスに限らず、寄生虫に蝕まれる事件は多い。やっぱり、こういうのは事例として知っておくべきだし、注意喚起の意味でも動画にまとめようと思ったんだ。そして、何よりも、だ。寄生虫だって愛すべき生物。取り扱わないわけにはいかないぜ。あんた、完全にそれが理由でしょうよ。では、早速始めていくぜ。まず同様の事件が2つ立て続けに起きていたので、一緒に紹介していくぜ。フランスメディアによって報じられた、中国で起きた2つの事件。四川省成都市の30歳男性、40歳男性が頭痛に悩まされて、ついに耐えられずに病院で診察を受けた。その結果、彼らの脳内からは寄生虫が見つかったぜ。特に40歳男性の方は無数にと言っていいほどの量の寄生虫がいたんだ。は？脳内？しかも、無数に？これが MRI で撮った脳内の画像だ。うわぁ。ちょっと待って。これ、白いつぶつぶがいっぱいあるけど。もしかして。ああ、この白いものは全部寄生虫だぜ。いやあ。では、事件の詳細だ。まず、30歳男性の方だな。彼は普段から日本料理店で刺身を食べたり、酔っ払いエビを食べたりと、生の食べ物を多く食していたようだ。そんな生活の中、いつしか彼は常に頭痛を感じるようになり、また日頃から頭がぼーっとして、オフラインのような状態になってしまったと感じていたようだぜ。オフライン状態。言わんとしていることはわかるわね。半月ほど痛みを感じていたこの男性は病院を訪問し、MRI で検査したところ、脳内に寄生虫がいるのがわかったんだ。当院の神経内科主任に対して彼は、頭痛の始まる前に何回か刺身を食べた。タニシも好んで食べる、と話していたようだな。タニシまで？タニシって食べられるの？ちゃんと調理するか、食用に養殖されたタニシなら問題ないぜ。タニシを日常的に食している国もあるくらいだからな。へぇ？だとしても、寄生虫とか怖いわね。結果的にタニシとか刺身とかが寄生虫の原因なんでしょ？刺身はまあ、アニキサスの例からもわかるけど。ところで、酔っ払いエビって何？酔っ払いエビとは、生きた川エビを紹興酒につけて動かなくなるまで待ってから食べるという中国の伝統的な料理で、中国語では、セイチアというぜ。生きた川エビを酒に、要するに生ってことよね？ああ、だからエビに寄生虫やその卵がいた場合、食べればそのまま生きた寄生虫を取り込むことになるぜ。うええ。話を戻して、もう片方の40歳男性の方について。彼には何年もの間、熱処理せずに自然乾燥させた干し肉を食べる習慣があったようだ。そこから、寄生虫の卵が何度も体内に入っていると考えられ、最終的にこうなったと予測されているぜ。もう何度見てもこれヤバすぎでしょ。彼も日頃から常に頭痛を感じるようになり、痛み止めを服用して耐えていたが、ついに薬の効果も弱まってしまい、仕方なく受診することにしたようだ。受診して MRI を取った結果、脳内に無数の寄生虫が見つかった。彼を見ていた医師は彼の脳内を見て、こう感想を漏らしたぜ。まるでゴマクッキーのようだった、とな。ゴマクッキーってその医者？なんて例えよ。ゴマを使ったお菓子食べられなくなったらどうするのよ。でも、おえ？言いたくなる気持ちもわかるわね。それで？この寄生虫って一体何なの？脳内に宿う寄生虫とか、そんなのいるものなの？ああ、偶然ではあるが脳に移動してしまい、そこに溜まってしまうことはたびたびあることなんだぜ。たびたびある、だと。
何の寄生虫かという話だが、まず霊夢はサナダムシという寄生虫を知っているか？あ、うん、知ってるけど、あの肝長いやつでしょ？そう、この肝長くて可愛いやつだ。やっぱり、画像を見せてきたわね。これのどこが可愛いんだか。もしかして、脳内にいたのってこいつだっていうの？ゴマ？いえ、つぶつぶっぽいのが寄生虫って言ってたし、こいつじゃないわよね。彼らの脳にいた寄生虫はサナダムシの一種であり、有効常虫と呼ばれる寄生虫。その幼虫、有効の幼虫、だったんだ。寄生虫の幼虫？有効の幼虫の中間宿主は豚やイノシシが主であるが、羊、鹿、犬、猫、ネズミ、牛、人なども中間宿主となりうるぜ。人への感染は、生きている有効の幼虫を保有する豚肉を摂取することによるものが基本だが、虫卵を含む食材を摂取することにより、体内で孵化した幼生が脳虫となる場合があるぜ。今回の場合はおそらく、不衛生な環境で管理された食材に虫卵が含まれていて、それを摂取したことによって感染したと見られているぜ。特に後者である40歳男性の場合は、熱処理せずに自然乾燥させた干し肉を日常的に食べていた。ここから虫卵を取り込み、血液に乗って脳内まで運ばれ、そこで脳虫となったんだろうぜ。恐ろしすぎる。豚肉がきちんと焼かないとダメって言われるゆえんよね。その通り、豚肉に限らず、きちんと洗ったり、熱処理を施さないといけない食材は数知れないぜ。ちなみに余談だが、今回の二人、手術して脳内の寄生虫を取り除くと、それまでが嘘だったかのように頭痛がなくなり、無事解放に向かったというぜ。それは何よりだわ。脳内に寄生虫とか、それを手術で取り除けるとか、さらに解放するとか、信じられない話連発だったわね。続いて、三つ目の事件。少し変わったものを紹介するぜ。こちらも中国で起きたものだ。変わったもの？しかもまた中国。中国のとある田舎町に住む60歳男性の話だ。彼はずっと喉に違和感を覚えていた。どうも喉の調子が悪い、咳が出る、異物感がある、だが、熱があるわけでもないし花粉症なわけでもない。そんなに切らない状態で2年は暮らしており、地元の診療所で見てもらっても特に病気は見つからなかった。ほうほう、それで？だが、一向に喉の調子は良くならない。それどころか喉の異物感は大きくなっている感じがする。彼はついに小さな診療所ではなく、都会にある伝統的な病院に向かった。そこで精密検査を、するまでもなく、喉の状態をカメラを通して確認したところ、驚くべきものが見つかったんだ。何が喉にあったの？これだぜ。え？何？何かいるのはわかるけど。では、わかりやすく、その何かを取り出した画像がこちらだ。はぁ？これってもしかして、ヒル？その通り、60歳のご老人の喉には、脈動しうごめく生きたヒルが張り付いていたんだ。ひええー。そんなことある？あるんだぜ。しかも、このヒル、実際にその場でご老人の喉に張り付き、ずっと血を吸い続けていたんだ。はぁ？ずっと？喉の調子が悪くなったのって、確か2年前とか言ってなかった？まさか、2年間もずっと喉にヒルがいたと？そう、2年間、喉に寄生して血を吸い続けて成長していったんだぜ。言葉が出ないわ。2年間も喉にヒルが潜んでいるとか、しかも、ずっと生きて血を吸ってるとか、想像しただけでもえずきそうになるわ。にしても、どうしてそんなこと起きるのよ。ヒルが体内にとか、そんなことある？もちろん稀なケースではあるが、あることにはあるぜ。このご老人の場合のヒルの侵入経路だが、おそらく生水が原因ではないかと推測されているぜ。生水？彼は田舎出身であり、川の水をそのまま飲んだり、湧き水を料理に使ったりと生水をそのまま使ったりしていたんだ。生水には時折、ヒルの容体が紛れ込んでいる。それを飲んでしまい、胃に行く前の喉に引っかかり、そこでヒルが成長していったんじゃないかと言われているぜ。ひええー。恐ろしい。このように生水には何が潜んでいるかわからない。何かの幼体だけでなく、大腸菌、ピロリ菌など危険な細菌類が含まれていることも多い。これは世界のどこであっても同じで、日本の山中の湧き水などでも同じこと。決して、そのまま飲んだりしちゃダメだぜ。もちろん、口を注ぐとか、傷口を洗うとかもってのほかだ。よく煮沸消毒してから使え、なんてキャンプとかでは言われたりするものね。使わないに越したことはないが、使うしかないのであれば、必ずろ過した上で煮沸消毒することをお勧めするぜ。ちなみにご老人の予後について、検査の結果、ヒルがいることが分かり、医者はエアロゾル鎮静剤を使用し、ヒルを落ち着かせ無事取り出したとのこと。
彼の予後は良好のようだぜ。そりゃよかった。生水には気をつけないといけないわね。では、最後の紹介に行くぜ。最後、四つ目の事件はこちら。オーストラリアで活躍していたラグビー選手、事件当時19歳の青年の話だ。彼は非常に明るく、元気あふれるどこにでもいる普通の青年だった。だが、その性格が災いした。事件が起きたのは誕生日パーティーの真っ最中。彼はパーティーを盛り上げるために、あることをしでかしてしまったんだ。パーティーを盛り上げようとするのはわかるけど、あることって何をしでかしたの？彼は友達を驚かせたかったんだろう。また友達から、やれるもんならやってみろ、と煽られたのも原因かもしれない。彼はなんと、みんなの見ている前で、庭にいたナメクジを丸飲みしてみせたんだよ。は？はあ？いやいやいや、おかしいでしょその行動？いくら友達から煽られたからといって？冷静に考えればな。だが、時として人は冷静さを欠いて、信じられないような愚行を犯すものなんだぜ。彼の行動はまさしくそれだった。彼はナメクジを飲み込んだ後、すぐに体調を崩してしまった。病院に駆け込んだところ、カントン充血栓虫と呼ばれる寄生虫に感染していたことが判明。これにより彼は好酸球性髄膜脳炎を弱気し、420日間もの昏睡状態に陥ってしまった。420日？ 1 年以上も昏睡状態に。420日間して、意識を奇跡的に取り戻した彼だったが、四肢が麻痺するという重度の後遺症が残ってしまった。なんて悲惨な。退院できたのはその事件から3年後のこと。ただそれ以降、食事はチューブを通してしか摂取できず、発作や体温調節ができない症状に苦しめられることになる。そして、2018年、彼は長い闘病生活の末、亡くなったようだ。それは、ご冥福をお祈りするわ。寄生虫の名前、カントン充血栓虫だっけ？こんなひどいことになるような恐ろしい寄生虫なの？ああ、相当危険な寄生虫であり、非常に身近に潜む子だぜ。最終宿主はネズミであり、ネズミから排出された第一期幼虫が中間宿主であるナメクジ類に摂取され、それをネズミが食べ、といった具合にサイクルになって子孫繁栄するぜ。よって、ネズミが排出した糞で汚染された野菜を食べたり、それこそナメクジをそのまま食べたりして人間が寄生されることがあるぜ。本来は人間はサイクル外にあるわけね。カントンとつくものの、実際は太平洋諸島、極東、東南アジア諸国、オーストラリア、アフリカ、インド、インド洋の島々、カリブ海の島々、北米など地球上に広く分布する寄生虫だ。日本では、2000年に沖縄県で死者が出ただけでなく、沖縄県で本床病原体に汚染されたサラダの接触による感染例まで報告されているぜ。日本でもあるのね。怖。カントン充血栓虫に寄生されると、この彼のように好酸球性髄膜脳炎、もしくは好酸球性髄膜炎を発症し、最悪死に至るんだ。特効薬はなく、主に好酸球性脳脊髄膜炎に対する対症療法が行われるのみだ。直接効く薬がないとか、それだけで心もとなくて恐ろしいわね。結果的にこの事件の彼も、それゆえに治療は完全には行えず、最悪の結末を迎えることになってしまったぜ。ナメクジを食べただけでその場で死ぬわけじゃなく、昏睡して全身麻痺になって亡くなるなんて。軽い気持ちでやったパフォーマンスが、まさかこんな結末を招くなんて思いもしなかったでしょうね。そうだな。だが、このケース、何も彼だけじゃない。どこででも、それこそ日本でも起きうる話だ。小さい頃、何かと生き物とかを口にしてみたくなったり、実際に口にしたりしたことはないか？いや、全然ないけど。まさかあんたはあるの？アリとかは食べてみたりしたぜ。あと知らないおじさんがセミを素揚げしてたのを食べさせてもらったりもしたな。あるんかい？しかもセミまでだと。いい子のみんなは絶対真似しちゃダメなやつね。特に後者。と言っても、普通の人は子供の頃でもそんなことしないとは思うけど。今じゃセミも減ってきているし、食用に乱獲しようとするやからもいるしな。特に都会じゃ食用に捕まえちゃダメだぜ。それはさておき、もっと可愛い話で、例えばツツジの花の蜜を吸ったりしたことはないか？ああ、それは、あるわね。なんだ、やっぱりあるじゃないか。この話もその延長線上の話だぜ。いや、ツツジとナメクジは繋がってないでしょさすがに。そんなことはないぜ。事実、ツツジってのは毒があるんだぞ。え？何言ってるの？ふむ、やはりな。あまり知られていない、もしくは誤解されることがあるが、ツツジは毒を持つ種も存在して、安易に蜜を吸うべきじゃないんだぜ。マジ？マジだぜ。一般的に公園などに植えられているツツジは無毒ではあるが、整備されていない自然に咲くツツジには、毒のある種も多く存在するんだ。
また、園芸用の品種もあり、公園や住宅の庭など身近な場所に植えていないとも限らないため注意が必要なんだぜ。へえ、まさかツツジに毒がねえ。こんなところでためになる話が聞けるとは思わなんだ。ツツジのようにムチゆえに毒を取り込んでしまうこともあるし、ナメクジみたいに寄生虫を宿しているヤバいものを子供の頃はノリで食べちゃうなんてあり得る話だと思うぜ。まあねえ、小さい頃に友達のおバカに挑発されたりしたら、やってやろうじゃんみたいになって食べたり、するのかしら？実際、今回のケースがそれだからな。人ごととして片付けちゃダメだぜ。ナメクジやカタツムリなんかはいくら食べられそうでも、寄生虫がうじゃうじゃいることが多いから、絶対に冗談でも生じゃ食べちゃダメだぞ。そうね。お子さんがいるご家庭の方は、注意しておくといいかもしれないわね。食べられそうとか思うやつはいねえよ。今日の解説は以上だな。脳が寄生虫まみれになるとか、昼が2年間も喉の奥にいるとか、驚きの事件ばかりね。特に亡くなった方の話は忘れちゃダメね。こんな悲惨なこと、身近で起こしちゃダメだわ。今回の話は教訓として覚えておいてほしいぜ。また、本当はもっと寄生虫のこと中心に話したかったんだが、ちょっと気分を変えて起きた事件を中心に解説させてもらったぜ。正直、私的には物足りないので、いずれ寄生虫を中心に彼らのことを紹介しようと思うぜ。約束するぞ。くっそ嬉しくない先生だわ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。